天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。三方ヶ原の戦いの後、信玄は間もなく病没。天下は家康の盟友織田信長の手に落ちた。だがその信長も本能寺で謀反に倒れる。信長が手放した天下は主の仇討ちを果たした羽柴秀吉に帰した。そんな中、家康は関東の北条家と和睦し、信長亡き後の上申二州について協議する。信州は家康、上州は北条が治めることで合意するが、上申二州の大名真田昌幸はこれを不服とし、上杉と結び家康に抵抗。家康は稲姫ら家臣を引き連れ、昌幸の居城上田城を包囲した。なぜ物の不は戦うの？答えはきっと戦いの中に。第2話、上田城の戦い。